はい、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。東京のホテルに到着しました。今日はね、予定よりも早く、当初は僕は伊丹発20時15分の、羽田便に乗るはずだったんだけども、タクシーの運転手さんが頑張って運転してくれましてね、早く到着したんで、1本早めの、19時30分伊丹発の便に乗れたんで、1時間弱東京に早く着くことができまして、遅めの食事、夜ご飯を部屋でいただいて、今こうやって喋ってます。で、これが終わったら勉強します。で、今日のメニューをご紹介します。今日は、すいません、ベストゲームは今日ちょっとやらない、ベストゲームを振り返ってもろもろ準備する時間がないっていうのがまず一つで、ひょっとしたらこの4日間はベストゲームはできないかもしれない。それはちょっと、ご容赦ください。よろしくお願いします。日本シリーズ第1戦勝ったところで止まってます。第2戦以降、日本シリーズに関して言うと負けたゲームも振り返ります。これもベストゲームだよねと、僕は思ってますんで、第2戦はまた後日、ちょっといつになるか分かりませんが、必ず、第6戦までは振り返ろうと思っておりますんで、しばらく待ってくださいね。待ってないかな、誰も。今日は東京のね、ホテルに入りました。ここはね、お茶の水、ホテルの名前はお茶の水っていうのはついてるんだけども、どうだろうな、正確には神田淡路町というところにあるのね。だからお茶の水駅から東京方面に一つ戻る総武線、秋葉原かな、そこに近いのかな、との間ぐらい。だからお茶の水を、の駅を降りて、聖橋口を降りる。で、聖橋ってね、橋があるんだ。で、この橋がなんか趣深くて、ここ数年僕が何年か来てるうちはずっと工事していた、改装工事っていうか改修工事っていうかね。で、今日見たら綺麗になってましたね。まあそんなのもう遠の昔に綺麗になってるよと、地元の方には言われそうなんですが、なんせ1年に1回しか来ないものですから、去年は確か工事をしていた。で、今日は見たら綺麗になっていたですね。いいですね。その橋を渡れば、神田大明神だったり、湯島の聖堂であったりね、あと近くにニコライ堂なんて、非常に雰囲気のある、町、お茶の水、大好きですね。で、その お茶の水から、ホテルの方に向かっていくところに坂道をずっと降りてくる。東京は坂が多いね。で、僕は子供の頃から僕も坂のあるところにずっと住んでいたので、坂のあるところっていうのはなんかこう変に落ち着いたりする、今でも。だから、その坂道をね、こう降りてくる淡路坂っていう坂がある。結構やっぱり東京ってこのね、起伏があって坂がついた地名多いよね。赤坂もそうでしょ、道玄坂なんてのもあるしね。で、そこ淡路坂っていうのもあるし、他にもいろいろあるんだろうけど、坂が多いね。で、大阪は橋が多いね。800矢橋でも、東京も橋は多いね。飯田橋とかさ、ね、浅草橋とか、まあ、橋は多いな。まあやっぱりこう江戸城のお堀とかがあるから、そこにかかる橋があるから橋なのかな。なるほどね。水道橋もそうだもんね。四ツ谷谷もあるね、東京は。大阪にも桃谷があるね谷もあるしね。坂もあれば谷もある、山もあれば川もある。まあそんな感じなんだろうけどね。その淡路坂をこうふらふらと降りてくる、その感じがいいんだよ。左手にこのね、中央線快速のオレンジ色の帯の入った電車が走る。その向こう側に黄色い帯の入った総武線の普通が走る。そのなんか横を見ながらその坂を降りてくる感じがとてもいい感じ。あ、東京に来たなと。いつも僕は J スポーツのスタジオなんかに行く時には有明とかお台場の方に泊まるでしょ。まあ、東京は東京なんだろうけど、やっぱりこっち側っていうか海側じゃない東京もなかなかいいよねと、思います。そんな感じで東京にやってまいりました。明日からは、ウインターカップ、高校バスケの全国大会ですね。でね、明日でも僕は J スポーツのスタジオに行くので、最初の2日間は、東京体育館の4面に加えて駒沢の2面でもゲームをするんですよ。だからその駒沢の2面分は駒沢に行かなくて J スポーツのスタジオでのオフチューブになります。
だから明日は僕は東京体育館に行かずに、青海って言いますか、お台場の方に行って、そこで、のスタジオで音をつけるというような感じになって、2日目からは、あさってからは東京体育館に通うと。で、東京体育館にここから、千駄ヶ谷まで、一本で行けるんでね、行くんですけど、そこでお茶の水に泊まってるんだけども、明日はなぜか J スポーツに行かないといけない、ゆりかもめに乗らないといけないのかなっていう感じではありますね。大阪でもオミクロン株の市中感染が確認された国内初ということで、またちょっとこれね、いろんなことがちょっともやもやした感じになってきましたね。沖縄でもね、米軍基地を中心に感染が広がっています。沖縄では2月には多くのチームがキャンプをスタートさせますが、その沖縄、果たして普通に行って普通にキャンプをできて、お客さんもファンの方も見ることができるんだろうか、そんな心配もありますからね。だからもう僕も年内にあった会合といいますか、会食は全て今日キャンセルしました。やっぱり高校スポーツももちろん携わっていますし、年末年始はね、でその後もちろん球団の関係の仕事もあるから、もうそこでもうやっぱりちょっと自粛しないとというムードには僕の中ではなってます。東京寒くてね、今日ね、その淡路坂を下がり下っていくんだ、今日はね、下って、ホテルに向かっていくんだけども、その下る道中ね、坂の下から風が吹き上げてくる、この風が冷たかったね。大阪よりも今日は冷たく感じる東京です。週末というか土曜日曜あたりは結構寒くなるということを聞いていますので、どうかこれも全国的に寒いということなんでしょうから、どうか気をつけてくださいね。で、今日は北くんの仕事と一緒に仕事したいい青年っていうかね、もうなんかかっこいいね、かわいいね、なんかね、孫とは言わないけれども、随分年が離れている、もう40年ぐらい離れているんでね、40年以上離れて、40歳以上年下40歳年下とは普通言わないね、これもう年下とか年上というレベルじゃないもんね、世代が何世代違うんだという感じの、ジェネレーションの違いがあるわけで、すごい好青年、いい青年でしたね。なかなか去年ね、ルーキーで、じっくりと近くでお話はすることはできなかった、しても、リモートでのインタビューだったりだったんだけども、今日はね、本当は近くでゆっくり話もできたし、顔を見て目を見て話をできたんで、とっても、いい感じの青年でしたよ、北亮と。来年楽しみね、本当楽しみです。何の仕事かは、そのうち皆さんもお分かりになるかも分かりませんが、知りませんが、もう行ってもいいよって言ったらまたご報告申し上げます。それが一般に皆さんの目に触れるのは年が明けてからになると思います。1月の10日過ぎぐらいじゃないかなと思ってるんだけども、また喋っていいような状況になればお伝えしますね。ひょっとしたらデイリースポーツさん絡みの、仕事でもあったんで、ひょっとしたら新聞さんの方が先にそれを、発表しちゃうかもしれませんが、そうなったらそうなったでまた皆さんも、知るところとなりますんでね、楽しみにしておいてください。北亮斗選手との今日お仕事ということで政党館に行ってまいりました。もうさっきまで政党館にいて、何時間後には東京にいるというね、日本は狭くなりましたね。今日正隆選手がね、金額的にはね、4億円プラス出来高、我々は人のお財布の中を覗き込むようなことはしませんけども、すごいなと思う一方で、もう一つは背番号が7番になった、この背番号7になったって、彼が34番気に入ってたでしょ。でやっぱりこの、当時ナッツナショナルズにいたブライス・ハーパー、彼が34番つけていた、その憧れもあって34という話も聞いたことがあったんで、ひょっとしたら、正隆選手はブライス・ハーパーとの決別じゃないけども、なんかそういうところにもなったのかなっていう気はしないでもないけどもね、7番っていうと、最近では糸井さんがつけていた番号の空き番号だね、
まあ、そこを受け継ぐ、まあ、ずっと糸井さんとはね、糸井嘉男選手とは自主トレなんかもかつて一緒にやっていたし、いつも年末はここ2年ありませんが、大阪駅のね、時の広場でいつも、スノーマンフェスティバルという、イベントの一環として糸井嘉男、吉田正尚の、2人と、トークショーを僕は、ずっと出してもらっていたの、 JR さんのお仕事で。だからそういう関係もあるんでね、まあ、糸井吉田っていうのはやっぱりいい関係性にあったんで、まあ、その番号を継ぐというのは素晴らしいことだし、もっと遡れば福本豊の7番をつけるっていうのもこれまたすごいね、7番を背負うことになった吉田選手について、福本さんがどういうふうなコメントをされるのか、それまた、後日、福本さんに聞いてみたいなと、思うわけでありますが、あと7番で言うとさ、そうそう、西川選手、楽天、ファイターズの西川遥輝、なんかみんな巨人だと思ってなかった、なんか新聞報道とか等で見ると僕もずっとジャイアンツだと思ってた、ところが楽天だよ、同一リーグ、ちょっと南に下がったね、札幌から、彼のふるさとの和歌山に少し近づいた、でもまだ仙台みたいな感じではあるんだけども、まあ、でもまた同じリーグでね、彼のプレーを見ることができるっていうのは楽しみではあるんですが、楽天の外野っていうのも結構、ね、競争激しいし、例えばレフトであれば島内がいるし、ね、センターも熱いでしょ、辰巳君もいるしみたいな感じで、ライトに岡島もいるしみたいな、お声もいるよみたいな、渡辺義明も外野守れますよ、山崎剛も外野いけるよみたいな感じで言うとね、いっぱいいるよね、まあ、競争が激しくなるっていうのは素晴らしいことなのかもしれませんね、そんな感じで今日は東京のホテルの部屋から今喋っておりますが、こんな感じでこの後明日の勉強ちょっとするんだけども、その前に何本かは今日お送りします、このカズチューブね。まずこれ1本目、次は昨日の、日本シリーズ第1戦を振り返ったことに対しての皆さんのお便りを紹介して、最後3本目はおまけバージョンでいこうかと思ってます。今日3本頑張ってやります。で、3本やって勉強して寝ます。明日ね、なんでかって言ったら明日午後からなのよ。15時40分スタートかなんかの試合の実況なんで、比較的朝はゆっくりできる。だから昼過ぎにここを出ていけばいいのね、 J スポーツに向かっていけばいいわけなんで、まだゆっくりできるんで今日3本やります。ただちょっとその振り返りのベストゲームだけは、まあ、ホテルの部屋なんでね、あんまり大きな声を出さない。あれいつも自分の家で自分の部屋だからさ、でかい声で、実況で声も張れるし、ギターも弾けるんだけども、ここはねやっぱりホテルの部屋なんで、まあ、それほど大きな声出せないんで、この4日間は、おそらくベストゲームはできないと思います。それは許してください。また帰ったら始めますんでね、ちょっと間が空くんだけども、この後は日本シリーズ第2戦から第6戦までは必ず振り返ってまいりますんで、不定期に振り返ってまいりますんで、お待ちくださいませ。今回も最後までご視聴ありがとうございました。東京のホテルに無事着いた大前がお伝えしました。着いたよ、寒いよ東京。